巨匠大さん、いかがよかったべし。ねえ、本当にね、相変わらず元気で。じゃあ続きましてもう一曲、お囃子伝によります太鼓を一曲させていただきたいと思います。だいぶすいません、私が喋りすぎたようでだいぶ時間を押しておりました。ちょっと12時回ります。大丈夫ですか皆さん。はい、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですか。聞くことでかったら大丈夫だな。これでいいです。真後ろに見えます太鼓を使って叩きたいと思います。なるべくこの辺でいけないのかな。はい、はい、お同士妊娠5人でたまってやっとなんです。そのくらい重い太鼓なんですね。え、重い太鼓を、これから叩きます。火炎太鼓という太鼓を叩かせていただきます。さっぱり準備が、私のしゃべりよりだいぶ進まない準備だな。はい大丈夫ですか。寒いですが、もうしばらくお付き合いください。はい天気の方も今ちょっと穏やかになっておりますね。本当にありがとうございます。どうですか、今神社の方へ行ったりなさって、ここですか皆さん。はい、ありがとうございます。いいです。じゃあ勝手に喋っておりますが、うちの若い人、中学校から上は還暦を迎える人とおります。今日叩くメンバー、ね、そんな若い方からちょっと年配の方もおりますが、やはり太鼓の音が好きで、にぎやかなお祭りが好きで、こうやって一緒にやっております。それでは準備が整いました。火炎太鼓お聴きいただきとうございます。